田崎史郎は、日本のジャーナリスト、政治評論家、駿河台大学客員教授。生の、木はいわゆる、立つ先であるが、GISX0208 に収録されていない文字である。ため、代わりに、先を用いて、田崎史郎と表記されることも多い。時事通信の政治部次長、編集局次長、解説委員、解説委員長などを歴任、一貫して、時事通信で、 記者人生を過ごした。福井県出身の政治評論家である、中央大学卒業後、時事通信社に入社する。政治部や編集局の次長を経て解説委員となり、後に解説委員長も務めた。定年後も、時事通信社において特別解説委員として在籍したが、2018年に退いた。その後は、フリーランスの政治評論家として、 活動を続けている。また、駿河大大学では、客員教授として、非常勤で教弁をとる。福井県堺郡三国町生まれ。福井県立藤島高等学校を卒業後、中央大学法学部法律学科へ入学する。入学当初は、法律家を目指していた。大学2年時に三里塚闘争へ参加、狂気準備集合罪で、逮捕の上13日間留置される。 1973年3月に中央大学を卒業し、同年4月に時事通信社へ入社。経済部を経て、1975年に浦和支局に移動を命じられたが、少数派の労働組合に所属していたことを理由に、下左線で不当労働行為であるとして会社を提訴。その後、3年3ヶ月後に政治部へ移動することを条件に和解 1979年に政治部に異動となり、内閣総理大臣である大平正義の番記者になる。以後、新自由クラブ、外務省担当を経て、1982年4月人事にて田中派を担当。以来、ずっと平成研究会を中心に政治記者として活動し、並行して、整理部にて、整理部長、編集局総務としてトータル8年勤務し、 解説委員に移動。2006年から解説委員長となり、以後、民放企業局の報道、ワイドショー、バラエティ番組にて、政局解説として出演する様になる。2010年6月30日付人事にて、定年後の再雇用にて引き続き勤務し、再雇用契約が終了後に特別解説委員の、肩書きで再度、会社と契約。 2018年6月末付にて、ナイキの68歳に達し、特別解説委員を退職。時事通信社の特別解説委員を退いてからは、フリーランスの政治評論家として、メディアでの言論活動を継続している。2019年1月15日より、駿河台大学にて、客員教授を務めることになった。ありがとうございます。